気持ちよく打ちました。ナイスナイス、まあまあ、うん、思ったより今はなかった。入る。ああ惜しい。確かに確かに。次やるときは苦手なユーティリティでやったら上手くなる。おお。間違いないね。ね。うん。やってみてね。出るね、やっぱじゃクォーターぐらい。そうね、ちょいカット目でスピンかけて止めたいなみたいな感じですかね。お願いします。かっこいい。でかいかな。うわすごい、でかいんだ。スライス打つときはボールをちょっと左に出して、よく打つときはボールを右に入れるだけで、まあ
なんつうの、準備だけ、そのスイングを変えるんじゃなくて、スイングの準備、アドレスか、アドレスで変えてやった方がミスが少ないっていうことを判明したので、こうフェードとかドローとか打ち分けてる練習の過程でね、うん、なったんで、まあ、基本的にはアドレスで、変えるようにして、大きく打たなきゃいけないときは、今みたいなときはそれにもっとフックの要素をスイングで入れるようにしてます。おー、ありがとうございます。いい質問ですねそれいいんだよ、最初か。いいよ先がこう下ってるかと思うんで、右側まで流れると思うんで、どうせスピンがかからないんだったら転がしてしまおうという感じなので、 P で転がします。はい、68ヤードです。うまい。あー、ステイステイステイ、ステイ見たんだけど、まあ奥からの方が登りになってる。なるほど、ナイスアプローチです。スリーパットだったらまだいらないもんね。お。何ヤードだっけ？170ヤードです。はい。40ヤードぐらい落とさなきゃいけないんで。はい。開いて、おスライスでいきます。ないだね。上げてみちゃう。当てるより上がるなら、え？打ってみたい。そのライから上げれるなら上げれるみたい。あ、うまい。うまい。上げてきた。上げてきた。あ、うまい。ドローうま。素晴らしい。今のは、今のはうまいね。さあ、ありがとうございます。40でした。